はいどうも、田原元就です。この動画で秋華賞ですね、こちらの予想と明日の V5 対象レース、こちらの S から A 評価場をやっていきたいと思っております。明日はいよいよね、3冠がかかるというそんな秋華賞なんですけれども、こちらの予想をやっていきたいとそう考えております。では最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、ではやっていきたいと思います。今年の秋華賞なんですけれども、本命はリバティアイランドにいたしました。まあこれに関しては正直で仕方ないなというのが僕の感覚ですかね。まあこの春競馬からずっとね、この一戦で戦っているわけなんですけれども、桜花賞がまず、大外一騎でかなりの強い勝ち方でした。まああの時の勝ち方ってですね、ある意味マイラー的な、そんな勝ち方でもあったので、もしかしたらオークスで、何らかの異変があるのかなと、そんなところもね、懸念としてはゼロではなかったと思うんですけれども、全然そんなことなかったです。むしろ距離伸びた方が全然強いじゃんみたいな、そんな競馬だったわけなんですけれども、当時が4角でいうと6番手の、そんな石より進んでの勝利ということで、今回行われる、京都内回りの適性も示した、そんなところだと考えております。この馬なんですけれども、結構この路線で言いますとね、レース後のコメント、僕は3歳クラシック戦線においてこれをかなり重視しているんですけれども、例えば、桜花賞の時の2着馬のコメントがですね、3着馬の、ペリファーニアを振り切ったところで、すごいのが来たという、そんな印象という言葉をね、鮫島ジョッキーが語っておりました。で、じゃあ、リバティアイランド何て言っていたのかっていうところなんですけれども、リバティアイランドを管理する中内田厩舎がですね、中内田先生の方が、次はもう少し心臓に優しいレースをしたいですという、そんなコメントをしていたんですね。まあ結果的にそのオークスなんかとても心臓に優しいという、そんな一戦だったわけなんですけれども、そのオークスで川田優雅ジョッキーが語ったコメントというのが、まあ今後のためにこの2400m をしっかりと走って、どれぐらい走れるかを確認したかったという、そんなようなコメントを出しておりました。まあ言ってみたらその2歳、3歳馬のですね、頂点を決めるような、そんな一戦が次への思想みたいな、そんなようなところが伺えておりましたので、まあちょっとね、この3歳牝馬同士において全く適合いないのかなという、そんなところが僕の正直な感覚です。でさらにやばかったのがですね、このハーパーの、ハーパーに騎乗するルメリジョッキーのこの中間のコメントなんですけれども、リバティアイランド以外には勝てると思いますという、そんなコメントを出しておりました。これ競馬的にギリギリアウトなんじゃないかというふうなコメントだと、僕は感じてしまうぐらいだったんですけれども、まあそういったね、ジョッキーなんか一番そのリバティアイランドの近くで、間近で体感したようなね、肌感を持っているという人たちですので、そういった部分を全て加味しても、やっぱりリバティアイランドにはですね、正直この戦前から白旗状態というか、そんなようなところが伺えております。まあもちろん競馬なんでね、何があるかわかりません。なんですけれども、スムーズに四角をさばいて、直線を迎えさえすればね、やっぱこれまで三冠馬が通ってきたアーモンドアイですとかね、デアリングタクトとか、そういったようなところに並んでいくような、そんな気がしてなりません。まあ、この馬に振り返りますとね、新馬戦からが上がり3ハロン31秒4で、そして阪神ジュベナイルフィリーズ、こちら2歳の牝馬にとってかなりのハイペースだったんですけれども、それを全く気にせずに、あっさりと勝利を飾りました。で、そして先ほど申し上げました桜花賞とオークス、こちらも世代最強のね、そんなパフォーマンスを示したと考えております。なので、僕に関して言うとね、その先がすごく楽しみなんですよね。まあ、おそらくどういうローテーションになるかわかんないんですけれども、例えば、まあ、ここが終わった後にジャパンカップに行ったとします。となるとジャパンカップ何が出るのってなるんですけれども、これで言うとね、いわゆる世界ランキング1位の、エクイノックスという馬がおりますので、そことのある意味雌雄を決するみたいな、そんな戦いが見られるのかもしれません。まあ、その時なので結論はわかんないんですけれど、僕のセオリーとしてですね、やっぱ東京 2400m、もっと言うとジャパンカップか、そういった条件においては3歳牝馬有利と、僕は考えておりますので、まあそれに近い結論が出るのかなというふうに僕は考えております。まあこれはちょっと先の話なんですけれど、まあもう喫緊のこの秋華賞においてはですね、やっぱリバティアイランドの本命、これは揺ることがありませんでした。なんで、となるとやっぱ相手なんですよね。相手探し、これいろんな方々がね、ここをかなり焦点にしてるのかなという印象でして、まあ僕もここはかなり頭を悩ませました。で、その中で抜擢したのがコナコースなんですけれども、この馬がですね、春競馬の方はチューリップ賞2着、そして桜花賞2着ということで、牝馬先生のね、結構上位のところに食い込んではいたんですけれども、前走オークスで初の馬券圏外になってしまいました。まあ、当時ね、こう、ゲート出てから、こう、両サイドの馬ですかね、こう、前をカットされたような、そんなところがありまして、道中後ろから行ってしまったわけなんですけれども、まあ、あのレースでね、この馬の全てを測ることはできません。
まあ、今回、ジョッキーが鮫島和真ジョッキーなんですけれども、このジョッキーとのコンビでは、1300連対数 100% という、そんな成績も残しておりますので、今回204番という枠順だったらですね、もうスタートして、いかにこの拉致沿いを取り切るかという、そんな競馬しかないと思っておりますし、結構ね、この競馬を得意とするのジョッキーでして、例えば、去年の菊花賞ですかね、菊花賞でジャスティンパレス、これ結構外目の枠だったんですけれども、うちの方を終始、キープいたしまして、そういった競馬をしておりました。まあそういった競馬さえできればという正し書きはつくんですけれども、であればね、もし仮に当日とんでもないインドミババンだったとか、もし万が一その競馬ですのでリバティアイルで何かあった場合、その時の僕対抗馬の一頭、その筆頭候補というかね、そんなところで捉えておりますので、まあ、今回はこのコースを僕は高く評価をいたしました。その後がマスクとティーバーですね。こちらの馬は前走ローズステークス。こちらの方を1勝クラスを勝ったばっかだったんですが、レコード勝ちというそんなパフォーマンスでした。まあ、当時、まあ、阪神の1008って結構大外一騎がズドンと決まる傾向あるんですけれども、当時が4角7番手ということで、まあ、半分より前ぐらいかな、それぐらいの位置取りだったわけなんですけれども、そこからレコード勝ち。これはかなりね、僕は高く評価していいと考えております。で、ちょっと土曜のね、京都は小雨が降ったりとか、そんな時間帯もあったわけなんですけれども、もし仮に、日曜の京都が渋った馬場コンディションだった場合に、この馬はですね、渋った馬場コンディションでは2戦2勝と、負けがないというところも頭に入れておきたいと考えております。まあ、調子としてはね、おそらく前走がピークかなと、そこは否めないんですけれども、やっぱそういった馬場の後押しとか、そういった諸々を考えますとね、やっぱ前走勝ち馬はこれを評価しないわけにはいきません。だというと、これはまあ3着はなすかね、正直そこのゾーンかもしれないんですけれども、ドゥアイズですね、こちらの馬も上げさせてください。この馬、前走オークスでこの馬自身初の掲示板外になってしまったんですけれども、まあ当時外枠を取りまして、スタートで大きく出遅れて、もうその時点でね、ジエンドというそんな感じでした。ただ、この馬、右回りの成績が非常に良くてですね、右回りの成績が1、2、1、1ということで、1回しか馬券圏外がなくて、その1回も瞬発力勝負だった桜花賞ということで、まあ、この馬結構ね、過去の戦績、洋芝とかも走っておりましたので、上がりのかかる馬場、これがかなり合っていると考えております。まあ、おそらくその当日の京都がね、もし雨が降ったらとさらにこの馬はチャンスは増すと考えているわけなんですが、まあ、それに加えて今回、鞍上が西村敦也ジョッキーということで、このジョッキーがですね、今年の、京都の芝 2000m におきまして、0423ということで、これ先週までの段階なんですけれども、掲示板外がたったの1回しかないという、とんでもない高走率を示している、ここも一つ見逃せない材料です。はい、続いてウィン5対象レースのいつから評価はこちらをやっていきたいと思っております。まずは東京の10レースなんですけれども、こちらの4頭が該当をいたしました。日曜の東京なんですけれども、おそらく現時点で言うとね、ちょっと渋った馬場コンディション、これは避けられないのかなという状況となっております。あとだと当然持ち時計というのが重要になるわけなんですけれども、その中で言うとね、このイグザルトという、この馬なんですけれども、3歳の時にすでに、この両馬場という条件にもかかわらず、1分22秒台という、凄まじい時計での勝利がありました。なんでまだこのクラスにいるんだろうというそんな一頭なわけなんですけれども、なんか特徴が一つこの馬の特徴を挙げるとすれば、外枠が全然走らないぞというそんなような金走成績を示しておりまして、まあ、金3走全て外枠で、反対に4走前2着だったんですけれども、この時は内枠を引いて、直線伸びてきたというそんなレースぶりでした。で、今回内枠を取ったということもありますし、先ほど申し上げましたような、いわゆる持ち時計のね、ところも強調できる部分でありますので、明日の東京だったら、この馬の久々のね、勝利が見られてもおかしくないとそう考えております。はい、次は京都の10レースですね。こちら7頭立てという、かなりの小頭数なんですけれども、こちらの4頭が該当をしております。まあ、中でもという感じなんですけれども、大外枠を通った、まあ、大外つってもね、7枠7番なんであんま関係ないですけど、ゴールドエクリプス。この馬なんですけれども、この 1800m というこの距離に高い適性を示しております。この馬2走3走前と4走前にこの条件に使われていたんですけれども、いずれも結構いい時計だったりもするわけなんですけれども、この舞台で連帯を果たしたというそんな一頭となっておりました。まあ、金層ちょっと軽い金量での構想ですのでね、そこから金量5キロ増という、まあ、確かに気にならないといえば嘘になるという状況ではあるんですけれども、まあ、この頭数で、まあ、金2走重賞で、大崩れしなかったという状況を考えますと、まあ、やっぱ格が違うのかなというそんな一頭だと取られております。はい、続いては新潟の11レースですね。こちらがちょっとウィンハイブの中でかなりの関門みたいな、そんなような大混戦ムードではあるわけなんですけれども、この中だとですね、7枠13番のサーマルウィンド、僕はこの馬が抜けていると判断をいたしました。
このまあ金層をこの 1400m ですとかね、そういった条件に使われているわけなんですけれども、まあ昇級してからも全然大崩れなく走っておりまして、このままの持ち味である先行力、こちらも存分に活かせる競馬になっております。でちょっと新潟の方もね、ちょっと天候が怪しいという状況でして、ひょっとしたら道荒れの可能性はあるわけなんですけれども、この道荒れにおいてもね、このサーマルウィンドはかなり適性が高いという、そんな状況を示しておりましたので、まあ、スムーズに運べる分外枠は全然いいと考えておりますので、まあ、この条件だったら大崩れはないと、そう判断をしております。あともう一頭ちょっと穴っぽいところですかね、これメーカースナッチという馬なんですけれども、こちらの方がですね、ちょっと金層は人気を裏切るという感じになっておりまして、おそらく今回の舞台では人気が落ちるというね、想定ではあるんですが、このまで強調したいのが4走前の内容です。まあ、この当時がですね、左回りの 1400m、ちょうど10月ということでね、このレースと同じ時期だったわけなんですが、そのレースを逃げて快勝という競馬でした。まあ、その後考えると別に逃げる選択っていうのは取んなくていいようなね、そんなところを示していたわけなんですけれども、まあ、前走のレースに関して言うとね、やっぱ 1200m 戦で内枠でかなり窮屈になってしまったこと、これが敗因だったと僕は考えております。まあ、今回も内枠で果たして窮屈な部分はあるという条件ではあるんですけれども、この馬の兄弟ですね、そちらの方はこの10月ですか、10月の新潟で道荒れを勝っているという、そんなような血統背景もありましたので、ちょっと今回なんだろう、スプリンター適性が高すぎる馬が多すぎるということで、結構やっぱアサーマルウィンドウ1投目のね、そういった評価に置いた、結構反動を取りたいという部分を考えたときに、この馬自身が、今年の1月にマイルの重賞を連帯しているサスケ馬で連帯を果たした、これ結構カウンター的なね、いい部分だと考えておりますので、まあ、この馬の評価が上がった、そんな次第でございます。はい、続いては東京の G1 レースです。こちらの4頭なんですけれども、この中ではレインフロムヘブン、僕はこの馬に注目をしております。この馬なんですけれども、東京 2000m マイスターみたいな、そんな称号が与えられてもいいような舞台巧者でして、この舞台の成績が 3200 と連帯率 100%、そんな成績を残しておりました。前走を見る限り、ひょっとしたらね、道荒れすぎるとまずいのかなという状況も否めないんですけれども、この中間なんかは結構ね、熱心な大喜利を刊行されておりますので、やっぱこの舞台に対するこの陣営の並々ならぬ、そんな意気込みが伺える、そんな状況でもありました。まあ、この状態だったらある程度前に行かないときついような気もするので、まあ、前走のような後ろからだとやっぱ届かない気はしちゃうんですけれども、ある程度のね、まあ、7、8番手以内、それぐらいさえ取れればね、全然この舞台で勝ち切れる可能性、こちら考えたいと思っております。あともう一頭は帝王ソラネルですね。この馬にも注目させてください。この馬、4走前がかなり僕強調したい内容でして、今回と同じ左回りの 2000m だったんですが、ややもで逃げる競馬で、上がり3カロニーでの快勝でした。で、その2走も川田ジョッキーで逃げ切ったわけなんですけれども、2走前がちょっとわけのわかんない競馬になってしまいまして、出遅れたのかな、そういったところがあってサス競馬だったんですが、結果的にはサス競馬で勝利を収めてしまった。まあ、ただ前走2番手に行ったようにですね、やっぱ2走前は、まあちょっと言い方あれですけど、まぐれではないんですけれども、なんだろう、結構相手が弱かったから勝ち切れたというね、やっぱこの条件で勝ち切るにはやっぱ逃げる競馬一択だと僕は考えております。で、結構このレースなんかはね、逃げ馬の構想なんかも、パンサラッサなんかも構想を果たしたような一戦でもありましたので、そういったすんなり先行して、まあ、結構4走前に近いようなね、もしかしたらそんな馬場コンディションも想定されておりますので、その条件であれば、再度逃げ切りが違ってもおかしくない、僕はそう考えております。はい、続いては京都の11レースです。こちら週中の動画をご参照ください。はい、以上で秋華賞の予想とウィンハイブ大賞レースの S から A 評価は、この2つは終了となります。来週いよいよ菊花賞ということで、こちらはボバクラシック戦線の最終戦となっております。まあ、牝馬戦線と比べてですね、こっちはちょっと混戦ムードというか、そんな感じがあるんですけれど、まずはデータの方からね、表示していきたいとそう思っておりますので、ぜひ次の動画もね、ご覧いただきたいとそう考えております。この動画の参考になると、ぜひね、チャンネル登録などもよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。